1848年、アメリカ合衆国大統領選挙。1848年、アメリカ合衆国大統領選挙。1848年、アメリカ合衆国大統領選挙。A. United States Presidential Election.1848 は、誰にでもチャンスがある選挙となった。現職の大統領ジェームズ・ポークはその任期4年間で、 ほぼすべての目的を達したと言って良いくらいであり、健康が衰えて退任後は4月来たらずしか生きられい状態だったので、再選を求めないという約束を守った。ホイッグ等は1846年から1847年にかけて、ポークの戦争政策を非難することに、あらゆるエネルギーを注いだが、そのやり方をすぐに逆に変える必要が生じた。 1848年2月、ポークは戦争を終わらせるグアダルーペイダルゴ条約を結んで、すべての人々を驚かせ、アメリカ合衆国に広大な新しい領土をもたらしたカリフォルニアやアリゾナとニューメキシの大半。アメリカ合衆国上院におけるホイッ等は2対1の比率で条約承認を可決した。続く夏には戦争の英雄ザカリー・テイラーを大統領候補に指名した。 テイラーはもう戦争はやらないと約束したが、戦争の非難、すなわちポークを批判することはせず、ポークの指導に従わねばならなかった。その注意を向ける矛先を、新しい領土では、奴隷制を禁じるか否かという新しい問題に変えた。テイラーの選択はほとんどお捨て身であり、ホイック党の政策に明らかに従ってはいなかったが、戦争を勝利に導いたということで大衆の人気があった。 民主党は戦争での勝利と和平、国の繁栄及びオレゴンと南西部の獲得という実績を挙げていた。ホイック党がテーラーを担いでいなければ、選挙における民主党の勝利は堅いものと思われた。あるホイック党の指導者、ジョン・デ・フリーズは、次の大統領選挙でろくでなしを打ち破れるかどうかは疑問だと愚痴をこぼした。戦争は終わっており、領土の大きな獲得は、 民主主義の結果だと指摘されるだろう。領地のダッシュは我々の最良のキリスト教徒の中ですら人気がある。テイラーが選挙に勝利したことで、ホイック党が1850年代にその存在を終える前に選挙に勝って大統領に選ばれたことでは、ホイック党の二人のうちの二人目の候補者となったテイラーの人気中止により、ミラード・フィルモアが後継となったので、 ホイック党の大統領は三人。一人目はやはり元将軍で戦争の英雄であったウィリアム・ハリソンであった。米国戦争での将軍でルイジアナ州出身のザカリー・テイラーは戦場での成功で箔がついていたが、自分では選挙に行ったことがない男でもあり、民主党とホイック党の両方から公然と口説かれてた。テイラーは最終的にホイック党員を宣言し、 党員集会では、ヘンリー・クレイ、ウィンフィールド・スコット、ダニエル・ウェブスターなどを破る171票を獲得して、容易に候補者に指名された。ウェブスターが副大統領候補を辞退した後で、ミラード・フィルマーが副大統領候補指名を受けた。民主党は、ルイス・カスを指名することで対抗した。カスは、ミシガン州の知事と合衆国上院議員を務め、アンドリュー・ジャクソン政権では、 陸軍長官を、さらに1836年から1842年には、フランス駐在大使を歴任していた。カスト・クム、副大統領候補には、ウィリアム・バートラーが169票を集め、後に副大統領になる、ウィリアム・キングやアメリカ連合国大領になる、ジェファーソン・デイビスを抑えた。民主党は、奴隷制問題については、沈黙を守る公領を選び、 カスが奴隷制擁護の傾向があったので、多くの反奴隷制党員が、ボルティモアの党員集会場から出て行き、自由土地党を作った。第三の政党、自由土地党は、西部領土に奴隷制を広げることに反対するために1848年の選挙を期して組織化された。指導者は、サーモン・チェイスやジョン・ヘールであったが、元大統領の マーティン・バン・ビューレンが154対129で、ヘールを破って、大統領候補に指名され、過去二人の大統領の息子であり孫である、チャールズ・フランシス・アダムズが副大統領候補に、選された。テイラーは諸問題に関して態度が曖昧なままで、あったが、選挙運動はその個性によって支配され、また民主党は、テイラーのことをやひで、無教要で、 残酷で貪欲と攻撃したのに対し、ホイック党はカスを、収賄や不正直で攻撃するというように、個人攻撃に終始した。奴隷制に関する民主党の分裂によって、テイラーが北東部を支配することを許した。選挙人の選出を衆議会に委ねるという、サウスカロライナ州の例外はあったが、この選挙は合衆国の全州が、同日、 11月7日に大統領と副大統領の選挙を行ったことでは初めてのものであった。一般選挙の結果は接戦であり、獲得した州の数では民主党、ホイッと共に15州と同数であった。選挙人投票では全選挙人290票のうちテイラーが163票を獲得して勝利した。しかしテイラーは一般選挙では やっと47%強を得ただけだった。出典、プレジデンシャル・バラッツ、1836,892pp24757。ノーウィッキー、ノーウィッキー・マサチューセッツ州の法律では選挙人のどの候補者も全州の選挙で過半数に達しない場合、衆議会が選挙人を選ぶと定めていた。1848年選挙では、 この規定が実行された。テーラーは就任から1年4ヶ月後の1850年7月9日に休止フィルモアが第13代大統領に昇格した。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。